こに疑問があるのかい？俺が王だ！僕は他人のただ魔法と隠密たとえ石腕となろうとも、お主らにどうにかできるほど力が落ちているわけではないわ。お前俺様がここでてめえを屈服させてやる。いざという時には私たちがしっかりしなくてはなりませんからね。どうも遅くなっちゃってすいません。戦う理由は一つだ、負けられねえ理由もな。これは俺ら全員の戦いや。いつから錯覚していた？何か過去に疑問があるのかい？俺は俺だ。そしておめえもその一部。それだけだ。で、結局何匹殺しゃいいんだっけか？いつから錯覚していた？また守れなかったってそこで座って泣くのかよ。ねえねえ遊ぶ？何して遊ぶ？持ち主を裏切ったお仕置きは私の役目なんだからね。
去に疑問があるのかい？そう心配そうな顔しなさんな。俺様がここでてめえを屈服させてやる。ブリーチ、グレイブソウルズ。行くぜ。みんな覚えやすくていい名前だって言ってくれますよ。
死んでもおめえの味方だ。命じられた以上、私は任務を果たす所存です。知らぬなら教えてやる。これが真の絶望の姿だ。戦いに必要なのは恐怖じゃない。そこからは何も生まれない。気に食わねえんだよ。春神と呼ばれたこのわしに追いつこうとは100年早いぞ。王に必要なのは戦いを求める本能だ。私は思うままに行動するだけです。それを邪魔する者は誰であろうと許しません。復讐を遂げるためならば死をも厭わん。それが俺の強さだ。刑が人たちを振り終える前に、私は刑を切って捨てる。
私は全てを超越する。ごたくはいらねえ。蹴りをつけようぜ。あいにく僕はただの人間じゃない、クインシーさ。君らをどれだけグロテスクに殺すか考えておいてやるからさ。そのために手に入れた力だ。往生際の悪いやつじゃな。叩きを削れ、アギラ！ごめん、元6番さんだっけ。戦いには2つある。命を守るための戦いと、誇りを守るための戦いと。よく覚えとけ、てめえを殺す男の名だ。昔から織姫を泣かすやつはこの私にぶっ倒されるって決まりがあんだよ。昔から織姫を泣かすやつはこ
昔から織姫を泣かせ、昔から織姫、昔から織姫、昔から織姫を泣かすやつはこの私にぶっ倒されるって決まりがあんだよ。昔から俺の力というやつはどうやら死神やクインシーよりもホローに近いものらしい。俺の力これからは残白刀が死神を支配する。百輪の花が咲き終える頃にはてめえの命は消えている。百輪の花が咲き終える頃にはてめえの命は消えている。しばらく遊んでやりたいな。最初から誰も天に立ってなどいない。君も
僕も神すらも。Trick or treat。 歌詞かいたずらかベースの音色、好きなものを選ばせてやろう。